どんな性格の力士ですか。ひょうひょうとした、いつもニコ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 してて、はい、この土俵上の顔とは全然違いますね、いつも。あ、そうですか。恥ずかしがり屋です。すぐ顔真っ赤になっちゃうタイプです。そうなんですね、はい、これだけ注目されている中で、相撲を取っていくわけですが、まあ、一度大学を卒業して就職してから、当時の二所ノ関部屋に入門してきましたから、相当な覚悟を持って入ってきましたでしょう。そうですね、やっぱりその戦っていたお相撲さんたちが現役で活躍しているのを見て、やっぱり自分もやりたいと思ったっていうふうに話してました。はい、今愛理さん、そうタオル、ね、出していただきました。あ、ちょうどこれはツーショットの写真を今日お持ちいただいたものです。可愛、はい、いこれ大のお気に入りで、ほぼこれ着てます。そうですか。はい、キャラクターの真っ赤な洋服も似合っていますが、そう、こうして先ほどから今離れ駒部屋に移った、部屋の力士たちを応援している愛理さんです。